第15回シュート対決バンジージャンプ、バンジージャンプね。はっ？健介です。達也です。奥俊です。コムドットです。ふぅー！今日はね、今日なんですけども、シャネルの香水食べてみた。あー！第15回シュート対決。ハム西九条フットサルパークに来ております。そのシュートは私は TikTok で見つけました。ゴールキーパーのところからボールを転がしてもらって、そのシュートする手前にボールがポコポコポコポって置いてて、そこにユダ当たるじゃないですか。当たってその変なところに転がったボールをシュート決める。今のところルールは把握してますね。どのボールが入ってもいい。投げられたボール。あ、投げられたボールです。転がしてくるボールは5号球用意してて、止まってるボールはあのフットサルのボールを置いてるんで、サッカーボールをシュートしてください、はい、罰ゲームが、はい、順番に蹴っていくんですけど、決め抜けです。罰ゲームがあります。どうしましょう。何してるんですか。ボトン。ボトンかい。久しぶりなんで。実は達也さん、マギガチャンネル超久しぶり。確かに。そうです。ほんまや。ワンチャン何ヶ月ぶりとか。元気でしたか。俺あれよ、不仲説出てたんで。えチームマギーか決別説。どこで出てたんですか。 DM とコメント。あー、来たんですか。ほんまやしな。なんで。はい。タイミングがええ。ええ、はい、ほんまほんまマギーめっちゃ達也さんおらんとき言ってたじゃん。え、なんで俺のことを言うてた。マギーは達也さんおるちも言ってた。そうやろ。言ってない。説というか、まあ不仲。ちょい、お前そういうもんって言うから。両方子供おって今度一緒にディズニー行きましょうかとかもなってんのに、わけのわからんことを言う。なってるから。なってないよ。いや、ほんまにそんなの気分悪いとか。ちょっと気分ください。本当に意味わからん説を立てないでください。俺はカンボジア行ったとき大丈夫って実感したけどね。あ、確かに。会員いただきました。ありがとうございます。仲良しです。本当に仲良しでございます。だって今までの動画とか見てもらったから、急にそんな仲悪くなることなんない。必死やな。その持っていかたやめてくださいよ。あれ。なんか転がってきました。おにぎりの匂いをいただきましたけど、話を変えようと必死ですよね。バンジージャンプ、バンジージャンプで。はっ。急すぎるってお前。奈良県に30メートルのバンジージャンプでございます。最悪。え、ダジさん怖いですか。怖い。怖いな。バンジーはマジで怖いです。罰ゲームはどうしましょう。ほんまに変えますか。何がいいですか。何かあります。いや、もうなんか上田で5とかでいいんじゃん。誰がやりたいん。外してええわ。どうしよう。久しぶりに集まったんで、なんかマジでええんちゃう。何ですか、何かある。はい、女性とツーショット。は、誰とでもいい。誰とでもいい。ストーリー。僕と達也さん、何が罰ゲーム。結構いい。何いえ、おめえ女性やで。何が分かんない。距離は思った。娘さんとかは、めいっ子とかは。おう、いろんな罰ゲーム出ましたけど、30メートルバンジーで決まりました。で、沖島も罰ゲームないです。あるやろ。4人連チャンでもし決まったら、決めようぜ。沖島なんかバンジーやばいです。超えてよ。ブチーバーン。あ、でも死ぬ。怖っ。そんな感じでやっていきましょう。ほな、いきましょうけー。お前 200m 飛んだんすよ。マジマジやば。私ボイビーバイ。あ、分かる分かる分かる。はい、ボイビーバイ。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 2回でね、3番で。1番。2番。4番。パスはオキシュンからもらうやつ。はいはい。では、お願いします。あ、いいね。あー、よーし。あー、あー、こんな感じになるんや。2番目、行ってきます。来た。うわー、風いい感じ。あー、いい感じ。来た。お願いします。3番目お願いします。うまい。これめっちゃいい感じ。うわー、これでタダさん上がったら生き抜けや。めちゃくちゃチャンスやった今。お願いします。ナイスキーパー、ナイスキーパー。2周目、1人目。梅、お願いします。あれありな。ありです。マジか。なんでやばいて。おい、あれなしにしようか。あれありにしますか。この週で全員抜けたら、もう一回梅沢選手なんで。沖島はとりあえずなくなりました。お願いします。やばい。沖島。はい、沖島。お願いします。お願いします。大丈夫さん、外してください。これは難しいわ。うわー、
ダチュラさん抜けた、やばい。お願いします。よしよし。よし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 。よし、これで俺は上がりや。お願いします。やばい、これチャンスボールや。うわー、激しい。シュートうまっ。やばい、頼む、中に入った、やばい、お願いします。やばい、やばい、ちょっと待って、最悪や。あー、やばい、やばい、やばい。今のどうやって入ったの。本当にやばい。お願いします。うわっ、うわっ、うわっ、シャッフルだっけ。やばい、シンプルやばい、俺エンケン、やばいって。よっしゃ、7までバンジーエグいて。これで炎上くんが外したら負ける。願い、やばいって。フットブーツバンジー編ですね。えぐいって。奈良でしょ、しかも奈良で、バンジーで。うわー、終わった。ございます。この後一緒に移動しますので、こちらの方の映像をご覧ください。ご清聴ありがとうございました。最悪、最悪や、もう怖いて。直前になってきてマジでドキドキしてきた。他のバンジー1万7000とか2万8000とかめっちゃ高いんですよ。このバンジー2000。ワンチャン 30m やし、頭キャッとかあるかもしれへんから、ワンチャン頭キャッと首ギャッてなるかもしれんから、ちょっとでも体重軽くしときたいから、ちょっとでも軽いスパイク履いてきました。あのマーキューベイパー15、あの軽いやつ履いてきて、これで多分頭キャッとかなんないんで、これでいきます。待って、 30m めっちゃ高いんやけど。そんなことある。めっちゃギシギシ言うてるけど、これ大丈夫かや。切れへんような紐とか、めちゃくちゃ怖いんやけど。やばいって、バリ高いんやけど。何県からですか。大阪からです。罰ゲームしに行きます。倍高いんやけど。右から声を高くなりますか。はい、思いっきりのところからね、肩でボンって行っただけですから。はい、なんか飛んでったけど、いける。バリ高いんやけど、やばいってこれ。バリ高いんやけど、これ一発で行かなあかんの。ビビってきた。あ、もう怖いんだけど。大丈夫です。はい、やばいって。はい、やばい、無理や、これ怖いって。怖い、お疲れ様でした。スパイクが狩りをかけてギリギリ頭ギャンとかなりませんでしたが、普通に首痛いです。ありがとうございました。